はいはい、注意事項だよ。大丈夫そうかい？なら、ゆっくりしていってねー。おっす、普通の魔法使いだぜ。おいおい、カッパさんよー、そんな露骨にあーな顔しなさんなって、客商売は笑顔が大事だぞ。君がお客さんだったことなんてほとんどないじゃないか。ああ、確かに。で、一応聞くけどさ、今日は何の用だい？ちょいと欲しいもんがあってね。ほら、私って一人暮らしだろ。あ、お住まいは魔法の森だっけ？人間どころか妖怪も寄りつかない魔境でよくやるよ。住めば都だぜ。近寄るだけで幻覚見せてくる魔キノコが売っちゃうじゃのやべえ森だよね。そのキノコさんの幻覚作用が魔力の生成を活性化してくれるんだ。魔法使いとして上を目指すならあそこに住むのが手っ取り早いのさ。本当、よくやるよ。話を戻すぜ。今お前が言ってたように、魔法の森は世間一般的には危険地帯。来るやつなんてほとんどいない。住んでるやつは私を含めても片手で数えられる。妙なキノコさえ生えてなければ完全で過ごしやすそうだね。まあな、魔法の研究を邪魔されないって点じゃこれ以上はない環境だ。けど、私としてはちょいと寂しすぎるんだよな。寂しいのが嫌なら人里に引っ越せば？ってのも野暮だね。ああ、魔力は多くて困らないし、魔法に限らず何の分野だろうが研究に終わりなんてありゃしない。あの森を離れるのは、私が普通の魔法使いを辞める時だぜ。大体、察しはついたよ。お求めの品は、その寂しさを紛らわせるものだね。おう、話が早いぜ。何かないか？できれば小さくて軽いもんがいいな。ラジオとか言ったっけ？あれとかさ。その方が盗みやすいから。ほんと話が早いよなお前って。ほんといい根性してるよね君って。まったく、魔法使いやめて泥棒にでもなったら？一応訂正しておくが、私は泥棒なんてしてないぞ。無許可で死ぬまで借りていくだけさ。そしてそれは魔法使いをしながらでもできる。くっそみてぇな服用だよほんと。まあ、でもちょうどいいかもね。ちょうどいい？山の神様といろいろ開発してるんだけど、その試作品の一つが君の要望にかなってる。そして試作段階の品だからね、使用後の感想をフィードバックしてくれる約束なら、タダで譲ってあげてもいいよ。ああ、そういや山の神とつるんでいろいろ作ってたな、ろくでもないもんばっかり。それよく言われるけどさ、この山のふもととてっぺんの神社をつなぐロープウェイは好評だよ。打率で言えば何割だよ。発明は数や率じゃないぞ。星の数ほど失敗しても一発当たれば全部チャラさ。その失敗に巻き込まれる身にもなれっての。発明のための犠牲は尊いんだよ。お前も私に負けず劣らずいい根性してると思うぜ。で、本題に入ってくれよ。その試作品ってのは一体どんなんだ？はいこれ。何これ？バーチャルド着信脈々様ー。どっかで見覚えあるけどほんと何これ？まあ、簡単に言っちゃうと機械の旧館長だよ。旧館長の概念が壊れちゃう。この機械には学習装置と音声合成機能がついていてね。つまり、言葉を教えておしゃべりできるのさ。脈測りてー。うわ、本当に喋った。ちなみに初期設定で収録しているのはこの一言だけだね。もっと収録するべき言葉あっただろ。精度は低いけれど簡単な使い魔程度の人工知能も搭載しているから、言葉のニュアンスも一緒に記憶してくれるよ。へぇ、じゃあ旧館長よりかは会話になるってわけだ。それから、変な言葉を覚えてしまうのを防止するため、1ヶ月以内に10回以上聞いた言葉しか覚えない仕様だ。なるほど、不意に出ちまった汚い言葉とかを覚えられる可能性が低いんだな。お前とあの神様の発明にしちゃ気が利くじゃんか。具体的にデータを取りたいのもその部分でね。期間と回数、1ヶ月20回という基準が適切なのか、それとも多いか少ないか、実際にこの子と生活してみて、そのあたりのご意見ご感想をいただきたいかな。おう、この普通の魔法使いにお任せだぜ。ただいま我が家、と、さーて、どんな言葉から覚えさせるかな。やっぱ最初は挨拶系だよな。まったく、初期設定するならその辺にしろっての。お、ん？なんだ？お帰りなさい。ここで問題です。オッケー。イタリアのクリスマス終盤には魔女が現れ、いい子にプレゼントを悪い子には木炭を渡す。というわけでサンタです。カッパは助けてくれた人間に秘伝の薬をプレゼントすることがある。どういうわけかカッパだよ。ご無沙汰ですねカッパさん。今回も変わらず先ほどの茶番は意味子は、意味がわかると怖い話の要素が含まれていました。それは一体、どこでしょうか？今回は珍しくまともな意味子はだったね。おや、その様子だともうお分かりで。さすがに自分の発明品が絡んでるからね。すぐにどういう話かは理解できたよ。それでは、視聴者の方のためにヒント&シンキングタイムを、バーチャルド着信脈々様が言葉を発する条件は一体どのようなものでしたか？それじゃあ、回答するね。バーチャルド着信脈々様について、まず初期設定されている言葉は一言だけ。脈測りてー。だけだ。でも、茶番の最後でバーチャルド着信脈々様ははっきりお帰りなさいと言った。普
通の魔法使いが家へ帰り着くまでにお帰りなさいを覚える可能性は限りなく低い。何せバーチャルド着信脈々様が言葉を発するには、1ヶ月の間20回以上、その言葉を聞く必要があるからだ。お帰りなさいの用途を考えると、帰路の途中で10回もそれを聞くとは考えにくいですね。ご近所さんが言ってくれることもありますが、普通の魔法使いさんと同じ森に住んでいるのは、魔法使いさん曰く片手で数え切れる程度、10回には届きません。でも、バーチャルド着信脈々様はお帰りなさいと言った。これはつまり、普通の魔法使いには認識できていない誰かもしくは何かが彼女の家にいて、彼女の自宅に合わせてお帰りなさいを連呼している。または、その何かが10人、いや、10体以上いる。大正解です、カッパさん。前回素敵な巫女が言っていたらしいけど、本当、あの魔法使いは最近ろくな目に遭ってないね。そのうちの1回はあなたの発明が原因だった気がしますが、発明のための犠牲は尊いな。ご視聴、ありがとうございました。